パウ TV がお届けします。アジア進出ワンカメ相談。実は、ご主人を亡くされたというですね、主婦の方から相談が寄せられておりまして、いつもの、企業のアジア進出とはまたちょっと毛並みが違うんですが、テーマとして非常に大きいものですので、それに答えていただきたいと思います。お答えいただきますのは、堀井社長です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。それでは、相談内容をご紹介します。はい。群馬県の52歳の主婦の方からのご相談です。今年に入って主人を亡くしました。遺品を整理しておりましたら海外の銀行からの通知が出てきました。知人に調べてもらうとどうやら香港で投資を行っていたことが分かりました。このまま放っておくわけにもいかないのですが、何から手をつければよいか全く分かりません。アドバイスをお願いします。というご主人を亡くされて、遺品の中からいきなり突然その香港の口座とか投資の実態が出てきたと、本人何も分からないと。あるんですか、こういう話って。ありますね。日本の個人の方が海外に積極的に投資をされるので、はい、海外にまあ投資口座ですとか、はい、銀行口座を開けに、向かわれると。ありますよね、よくニュースで。はい、おそらくその一つの、主たる地域が香港だと思うんですよね。はい、本来資産を形成するっていうのは残される方をお守りするためにやっていくのに、実はそのための出口の準備ができてなかったという多分ケースだと思うんですね。なるほど。でこのまずご質問にお答えするのは非常に難しいご回答になるんですけれども、まず極めて困難なケースですと、言わざるを得ないと思うんですね。一つはその日本の相続にまず乗っ取って相続確定をさせて、その上で香港にお見えになって、今度は香港にあるものを香港で相続確定をさせていくという作業を順を追ってやっていただかなくてはいけないので、おそらくこれから取り組んでいただくと数年かかっちゃうかかるというふうに考えられた方がいいのではないかと思います。まず日本で相続を確定させて香港に来る。そうですね、日本の方でまず相続を確定させていただいて、その後に香港に来ていただく必要があります。つまりここにある一番の、重大な問題はですね、もう仕方ないんですけれども、お亡くなりになられた個人が、本来その方が果たされたかった目的を果たすための準備が片手落ちの状態で、いろんなことを進められてたところにあると。準備というどういうことですか。つまり、このご主人は、資産を運用されたり、されてたのは将来この奥さんと、よりお子さんなんか含めたご家族の方をより安心して、より安定した生活をこう、してもらうためにですね、準備をなさってたんじゃないかと思うんですよ。でこれ実はこれではですね、日本にお金を置いてた方が良かったなと。それは相続できなくなっちゃってるんですか。極めて今の状態だと難しい状態にあると思います。なぜならばこの方は、これから香港で、弁護士を探されて、香港での対応のアドバイスを受けて、そのアドバイスを日本に持ち帰って、今度は日本で然るべき手続きをしていただいて相続を確定させていただく必要があるんですね。それから香港に来て外国から来られた相続執行人として今度香港でその相続執行を実行しなくてはいけないんですね。日本で相続税を一旦払った上で、香港含めての資産に対して相続税払った上で、その香港部分だけ香港に持ってきてもう一回手続きしなきゃ。ただその香港で香港にある、相続されるべき資産の量をどうやって開示してもらうかってことですね。おそらくこちらの金融機関にしてみるとですね、私の主人が亡くなりましたので、相続をしたいから中身を教えてくださいと言ってもそう簡単に、これ個人情報ですよね。本人かどうかを確、ご家族かどうかってことを確定させることが難しいってことですか。家族と確定されてもこれ金融資産は個人さんの名義ですからね、奥さんとジョイントになってればまた別ですけれどもね。じゃあ相続人ってなってそうです。まず相続人として来てもう一回持ち帰って、おそらくそれを合算して日本でやられて、で今度それを持って香港に持ってこられて、今度は、裁判所で手続きをされるということになるかと思います。なるほど。そういう手続きをしなくても良くなる方法ってのは、まずやっておいていただきたいことは、海外、香港もそうですけれども、で資産の運用をなさったり、資産活用をされるときに、まず簡単な手続きで済みますので、遺言を作っておいていただきたいと思うんですね。相続人の確定。そうです。つまり
香港に住んでる、はい、弁護士なんですとかを指定できるんですけれども、はい、こういうのをあの相続、うん、執行人というんですけど、うん、この相続執行人を、うん、ご自分が海外で保有されているその保有地において指定をしていただくわけですね、うんうんうん、そうしますとこの方が亡くなられたら、うん、日本から死亡証明、等々必要な書類はあるんですけども、それを持ってきていただくと、その相続執行人がそれをセットにしてすぐ裁判所に、持ち込みます、うんうん、つまり相続実行を申請するわけですね。なるほど。で、おそらく刑事性のある問題ですとかに、うん、遭遇するケースというのは、まあ、ごく稀だと思うんですね、はい、通常は一般の方々ですから、うん、そうしましたらその相続執行人が、裁判所で、はい、相続の許可を得れば、うん、まあ、おそらく5週間2ヶ月ぐらいではですね、相続完了すると思うんですね。もうその香港に置かれてたご主人の、資産が奥様のもとに、来ると。来ると。で、それをまず手に持たれて、日本にお持ち帰りになられるとですとか、はい、まあ、申請をされてご家族で分けられるとか、はい、まあ、いろいろありますよね、はいはいはい、そういうふうにされるのが一番早いかと思います。なるほど。その場合税金はその香港で相続したものを日本に持ち帰って日本で相続税払う。当然そうです。この方は日本にお住まいですから、うんうん、まあ、香港は基本的には相続税贈与税というのはあまり考える必要がないので、うんうん、実は相続実行が早いんですね。早い。ですからそういうところをうまく活用されてやられてるはずなので、うん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 、仕分けられていた方がいいということですよね。なるほど、ええ、ポイントは結局その遺言書1枚作っておくってこと。そうです。遺言書1枚がですね、うん、この遺言書が非常に大きな、通行手形ですね、うん、次の世代への通行手形になりますので、うん、そういう実は知識、うんうん、銀行がどこがいいとか、はい、運用商品どこがいいとかっていう前に、うん、はい、実はそこが全ての入り口だということですね。結構見落としがちな、みんなその自分のお金をどう増やすかとか、どう資産運用するかとか、どう金融商品買うかということばかり考えがちだけれども、そのもし増やしたなら増やしたで、そのお金を結局どう使いたいのかっていうこの出口のところ、目的のところをはっきりしてそこに手を打っておかないと、もう言ったら水の泡になっちゃうよ。そうです。せっかくやってこられたのに、うん、家族のために、あるいはご自分のためでもいいんですけど、やってこられてせっかく築き上げられた大切なものがですね、まあ、投資難民状態でですね、ええ、まあ抑留状態になってしまうわけですよね。これだけはですね避けないとですね、生前せっかく思い悩まれてやられたことがですね、全て水の泡になってしまう可能性があると思うんですね。よくそこはたくさんの方が今日本から出られてると思うんで、よく注意して進められるべきポイントだと思いますね。分かりました。いかがだったでしょうか。結構多くの方が同じシチュエーションに陥っていることが結構想定されますよね。ありますよ。こういう相談は我々のところにも実は寄せられるもので、特別なものではないですね。おそらく海外に投資をされている方が年配になれればなられるほど、こういうケースっていうのは多く出てくるんじゃないでしょうか。いや、本当、今回もまた、勉強になりました。ご視聴ありがとうございました。どうもありがとうございました。